辛抱 TV エビデイ。ハロー YouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、大人気、ゾンアマ開封動画です。一体ゾンアマから何が届いたのかという、ゾン何度も紹介してるかもふかふかソックス二足入り、お値段こちら。結局さ、わかんない。僕、うん？ユニクロとか GU とか見ても、長い、ハイソックス？冬は、うん、アンクルソックスとかじゃなくて、水道とかでも、まあ、チャリでも、ね、長いズボン、G パンとかで。で、ヒートテック。大阪の人で言うパッチ。ね、ジーパンの下にもね、寒くないように防寒で履いて、で、それでも足首んとこ、ちょっと地肌で風が来るとスースース寒いからね、軽く長靴下履くわけだけど、で、それのいいやつがないんだよね、GU でもユニクロでも。なんかふかふか、こうちょっとわかる、ちょっとモコモコしてる方がいいのに、全部なんかぴったりした薄手のハイソックスみたいな、うん、GU とユニクロぐらいしかあんま見て回らないけど、他どこ探せばあるだかわかんない別にちゃんといいやつなんか別にそんな欲しくないでわかんないけど、なんかちゃんとしたビームスとかで洒落たのはいらない、普通に防寒でハイソックスが欲しい。で、うん、もうちょっと別のメーカーの浮気もしてみたもんだけど、これがいいんだよな。この会社なのかよくわかんないけど、これ。で、色がさ、もうこれ、グレー、白と黒のこれか、この、オリーブグリーン、赤。あと、全然変な色の。変なオレンジ。こんなんしかないの。もうちょっとさ、カラーバリエーションあればいいのにね。黄色とか。青とか、紫？わかんない。うん。わかる？これ、これ、これ、黒というかグレーしかない。色少なくない？とか、うん。まあ、そうそう、今言った。だから、ユニクロ GU ぐらいしかあんま、チェックしたりしないけど、ネットで探すともうこんなぐらいしかないの、もう。軽い、ハイソックス、ふわふわ、もこもこのやつ。で、まあ、どんどん値上がりしてるな。1個1100円ぐらいだったのに、前まで。あ、1個1000円忘れた。まあ、いいや。100円ずつぐらい高くなってる。しゃらくせ。まあ、これだってね、さすがにどんどん、ここの、かかとんとこが靴で擦れて、薄くなっちゃうけど。まあ、言うほど伸びない。言うほど劣化しない。まあ、値段相応ぐらいじゃないかな。結局、こればっか買っちゃう。僕が言いたいのは、ネット販売靴下ショップさん、これをベースにもうちょっとなんかさ、いろんな空張り出してくれたら、私手出すのに、そういう話ですね。経済を動かすチャンネルゆく金で私の意見を述べてみました。ペチャペチャ登録、ペチャペチャしてね。なんでやねん。